ボンジュールごきげんよう、演劇部 VTuber のヤギメイコです。今日見てきた舞台はですね、天保12年のシェイクスピアという舞台です。この作品が井上久さんの戯曲ありまして、そちらの戯曲をベースにした公演になります。で、私が知ってるのはですね、以前蜷川幸雄さんバージョンのね、天保12年のシェイクスピアというのがですね、唐沢俊明さん、藤原竜也さんというねキャストで行われたやつは知ってたんですけれど、で、その公演が2005年だったそうで、蜷川幸雄さんがまだご存命だった頃ですね。で、今年2020年に日生劇場で行われました。こちらのね、演出がなんと蜷川さんの愛弟子の藤田俊太郎さんという方が演出だったんですよ。で、キャストの方がですね、高橋一生さん、浦井健二さんなどとなっております。で、高橋一生さんはもう最近ドラマとか結構出られていて、なんと4年ぶりの舞台かなとかなんか言ってたのかな。本当に久しぶりの舞台復帰だそうです。それでね、私蜷川さんのバージョンですとね、ちょっとね、結構作品も、まあ作品もそうなんですけど、結構ね、どう言えばいいんだろう、エッチーなかなかね、ちょっとね、エッチなシーンが多いんですね。それで女性、上半身もう丸出しだったりもうしてたのがすごく印象的だったんですけど、まあさすがに露出は少なかったものの、それでもやっぱり結構ね、性表現があったかと思います。まあ、この辺はね、逆にカットしないでちゃんとやってくれてよかったなと思います。結構ね、その辺はもうほんとドロドロじゃないんだけど、吸ったもんだっていうののね、ベースになってることなんで、これがなかったら結構ね、生々しさがなくなってしまうので、私はね、よかったな。で、この作品なんですけど、なんとシェイクスピアの全部の作品をパロってしまったっていうお話なんですね。なのでちょっとね、途中どっかで聞いた親が仇同士でなんかこう好かれ合ってて、でなんかちょっとこの世で一緒になれないんだったら来世でじゃないんだけど、ちょっと一人死んじゃったと思い込みやーみたいな感じのね、そんなね、どっかで聞いたことのあるようなエピソードがあったり、かといえば生きるべきか死ぬべきか、それが問題だみたいなね、ちょっとすっごいどっかで聞いたことあるようなセリフがあったり、でもその辺をね、すっごいうまくパロディにして全部つぎ込んでるっていう作品で面白かったです。ただし一個ね、私のすごい好きだった作品のベニスの商人っていう作品がね、あれがほとんど使われてなくて、なんか切る、刀で切るときにバサニオって言うんですよ。そのね、なんか掛け声だけに使われたっていう悲しいね、作品もあります。これはね、ちゃんとね、カーテンコールで説明してくれました。でも何しろね、作品長編です。こちら今回は休憩含め3時間30分だったかな。でも本来全部やろうとすると4時間以上だったそうです。いや、もうそれはそれは本当にね、人生ってすげえなっていう感じのね、目まぐるしい人間関係のお話で、で、今回私がすごい気になってた高橋一生さんなんですけど、もちろんドラマでもね、とっても演技お上手でいらっしゃるんですけれど、今回もうね、第一言目から、あ、これは怪演だ、怪演って怪しい演じるのをね、怪演だって感じで、本当に癖のあるキャラクターをとってもよく表現されてて、でも出番はほとんどね、口先さんずの男っていう設定なので、とにかくまくし立てるんですよ、ペラ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 って。それでこの作品の特徴としまして、結構ね、1個のシーンが2つのラインで進むんですよ。例えばお姉ちゃんの話を進めつつ、合間合間に妹の話を進めつつも、どんどんゲームでいうとスワッピングみたいな感じの、本当にもう視点がどんどん変わるんですね。かといえば一人ずつ喋っていたとしても、もうセリフの合間に心の声が入るんですよ。ガーって、もうお互い会話をしててもここだけ心の声、また会話に戻るみたいな感じのがすごい勢いで進んでいくんですね。なのでも脳みその回転、こちらも理解する回転がね、大変なので、見終わった後はもうほんとすごく心地よい疲れに陥っておりました。
やってる人はもっとすごいだろうね。しかもこれ1日2公演なんだよ。もうほんと皆様最後までね、何事もなく千秋楽を迎えることをお祈りしております。ではでは、天保12年のシェイクスピア、とっても楽しみにしてた作品です。面白かった。ではでは、またね。シープ。